ピョートル・ストルーベ、1900年代ピョートル、ベルンガルドビチ・ストルーベは、ロシアの政治家、経済学者、哲学者、ペルミ県の知事の息子、フリードリッヒ・ォン・シュトルーベの孫として生まれる。1889年にペテルブルク大学に入学し、1895年に法学部を卒業する。1880年代末から、労働解放団のベイラ・ザスーリチを通して、 マルクス主義に関心を寄せ、1894年に刊行されたナロードニキ批判の書である、ロシアの経済発展問題に対する批判的覚書は、社会革命党のビクトル・チェルノフにも影響を与え、ロシアにマルクス主義が流行するきっかけとなった。同じ年に、ウラジーミル・レーニンと知り合い信仰を結ぶ、1898年に、 ミンスクで行われたロシア社会民主労働党の結成会議に参加し、会議の解散後にロシア社会民主労働党の宣言を起草した。いわゆる合法マルクス主義者として雑誌ノーボエスローボを主催し、その他ナチャーロ、ジーズににも寄稿している。1900年にイスクラが発刊されると初期の初号には寄稿している。ヨーロッパで 中世主義をめぐる論争が激しくなると、党の主流を離れて、ミハイル・トゥンガンバラノフスキーと共に、ロシア自由経済協会に参加するなど次第に、自由主義へと立場を移し、1902年に雑誌、解放を創刊し、1904年には、この雑誌を軸に、後の政界で重要になる改革派を結集した解放連合を創設し、1905年の、 立憲民主党結成の基盤にもなった。1905年から立憲民主党の創設に中央委員として加わってからは、中道を派とでも言うべき立場から、左翼の戦術戦略だけではなく、その思想的根拠も批判するようになる。1915年にはロシア帝国産業省で貿易統制の特別委員会委員長となる。1917年のロシア革命後は、 アントオンデニーキンヤッピオトル・ブラーンゲリのハンボルシェビキ派政府で閣僚を務めたが、内戦の終結後は国外に脱出し、パリで没した。1897年のマリア・ベトロバ昇進事件の直後に釈放されたナデジナ・クルプスカヤは、レーニンの依頼により、ストルーベと連絡を取り除言を求めていたことがある。ストルーベは、組織の活動にも向かず、地下活動には、全然不向きであり、 彼が持っているのは書物の知識だけであると彼女は観察している。ロシアの詩人ではアファナーシーフェイトを好んでいた。ストルーベは広報マルクス主義者としてナロード2期と対決し、そのテロリズムと農民に重きを置く考えを批判していた。そして資本主義による工業化はロシアに社会的進歩をもたらすとも主張していた。彼は 農民や工場労働者が主導する革命は何一つもたらさないと考えていた。そこで1905年のペテルブルクでのデモンストレーションに際しては、ロシアにはいかなる革命的民衆も存在しないと発言し、レフトロツキーに批判されている。同じ年にロシア皇帝ニコライ二世が発表した10月証書を自由主義者として擁護すべきであるともいい、さらなる革命は、 不要と考えていることを示す。1909年に発表された論文集同票にストルーベはインテリゲンツやと革命という論文を寄せているが、その中では国家原理と民族原理に反した社会改革や運動は失敗の運命にあり、反国家、反民族とは、古作、野党と協力し得るという幻想に過ぎないと論じた。1840年代に、 ロシアで形成されたインテリゲンツアは、反国家、反宗教の性格を持つ得意な存在であり、アレクサンドル・ラジーシチェフやピョートル・チャーダー F、フ、アレクサンドル・ゲリツエンのような教養人とも区別しなければならない、と説く。これらの革命的インテリは、人民への奉仕という理念を実行するが、人民自体には、いかなる義務も前提せず、人民自身に教育上の課題を課すこともなかった。 ストルーベはこのような政治観、世界観はヨーロッパの社会主義に対しても危機を招くであろうと予想する。ありがとうございます。